ングの時間でございます。やったー。今日ですね、サムネとタイトルである程度ね、察しがつくやつもいるかもしれないですけど、今日はですね、パン麺っていうのを作っていきたいと思います。まずはじめに用意するもの、どん兵衛、俺の大好きなどん兵衛ですね。でね、YouTuber の方ってなんか変な黒い手袋とかさつけてさ調理するやん。でなんか素手はなんか汚そうに見えるということで、俺もね買ってきたんですよ。これで我慢しましょう。軍手です。田舎なんでね、なかったんですよ、手袋が。軍手で我慢してください。まずはこの軍手を装着する。こっから始まるぜ、調理っつうのは。じゃあね、早速ね、このどん兵衛を調理していきたいと思います。軍手作るとめちゃくちゃ作りづらいんだけど。はい、まずはめくる。でね、で段取りが悪いな。パンズクッキング段取りが悪すぎる。で次ね、まずは普通にこのどん兵衛を作っていきたいと思います。でこのね、七味はねちょっとね違うと思うんで俺は入れないんですけど、辛いの好きって人はね入れてもらっていいと思う。まずこのね粉末スープを、くそ、軍手つけてるとめちゃくちゃ破りづれ。本末転倒だなこれ。ここに入れていきます。で、まずはこいつにお湯を注いでいく。あ、しまった、ぶつかっちゃった。普通にどん兵衛作るんだな。他人くんこれ大丈夫か。はい、でね、このね、後のせサクサク天ぷらってあるんですけど、これはね今回使わないんで、こういうのはね、こういうのはもう、そのまま食べる。それが一番美味しいから。これ美味しいです、これ。ってなわけでね、このまま3分間流すのもあれなんで、3分間飛ばしましょう。はい、じゃあ3分経ったんでね、多分こんなできてると思う。よいしょ。こんな感じでね、まあ普通のどん兵衛、これでどん兵衛は完成なんですよ。
ただね、これただのそば。これね、ただのそばなんで、このそばをね、もう一段階美味しくさせようと思いまして買ってきたんだよな。これちょっと避けといて、これだよ。はい、この袋見ればね、日本人なら誰もが知ってるあれを思い浮かべると思うんですけど、まず買ってきたのが、みんな大好きビッグマック。ビッグマックとポテトで、さらにね、ナゲットマスタード、これで完成だ。ここまで来たらね、もう何をするかお分かりいただけるだろう。まずね、このどん兵衛そばですね、そばの上にこの美味しそうなビッグマックを、いくぜ、やっはー。まずビッグマックを投入します。そしてその周りにね、ポテトをね、ちょっと全部入らねえなこれ、導入、にゃはー。見るだけでうまそうじゃないか。全部入らないんでね、あとは美味しくいただきましょう。で、最後にこのナゲットを適当に縮ばめてね、こいつはここ全部乗るかな、縮ばめて、一番最後にこれで完成だと思ってるやつは甘いんだよ。これにね、最後マスタードソースを、ぶち込んでいく。ぶち込めるのかなこれ。みんなもんかな。ダメ。ちょ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 。完成しました。マックそば。略して、バメン。じゃあ早速、食べていきたいと思います。実食！これね、そば食えないんだよな。まあまず。うん。普通のポテト。で、ナゲットですね。多分ね、二郎系の感じですね。上を食べないとそばまでいけないっていう。うん。いただきましょう。そば。持てるかな、ちょっと。うまっ！お前らこれは革命だ。マクドナルドのハンバーガーとかのしょっぱさがそばといい感じに合いまって、めちゃくちゃうまいですねこれ。うまい。いやこれなんだこのクソまずい料理はみたいなね、言おうと思ったんですけど、まさかのね、超うまかったですこれ。うん、この汁浸しのビッグマックもいただきたいと思う。うまっ。うめえけど、うめえけど食べづらい。でもね、これはね、革命ですね。めちゃめちゃにうまい。皆さんも材料があったらね、やってみたらいいと思います。俺はね、こいつをゆっくり召し上がっていただこうとおかしいな日本語、召し上がっていこうと、召し上がるとおかしいな、いただいていこうと思います。うますぎこれね、全部食べたのみたいなね、
やつを最後載せたいんですけど、ちょっと時間かかりそうなんで、まあね、これ味はね、マジでうまいから、これなんだろう、なんかいろんな味がするけど、めちゃくちゃうまいんで、お前らも試してみてくれ。じゃあな。撮影が終わった後にね言うのもあれなんですけど、あー、くん玉入れるの忘れてたぜ、ちくしょう。